すごい。ドラマ出演。鍋もしたい。はいよ。なんか昨日ポストしたことがさっき X 見てまとめられてることに気づきました。ありがとうございます。つい最近で2回もまとめていただけて嬉しいです。ナビ感激と舞台見に来ましたっていうのと、そうですね、ノーピだけだと2つなんですけど 2.5 合わせた3つですね。ありがとうございます。この間ね、飲み会行った時に目の前の席が安住だったんですけど、あの焼肉屋さんなのでサンチュがあるわけなんです。サンチュを肉を巻かずに最後の方ね、食べてたんですね。むしゃむしゃとしたらね、あのなんか ドレミのコラボがあったじゃないですか。その日私あのお昼にね、中華料理店に行って、なんか1枚のキャベツが出てきて、そう蒸したね、美味しそうだった、食べてたんですよ。そしたら、ね、ウサギみたいっていうのが、それから草木を食べるとあのうさぎみたいに言われるようになりました。なぴょん、面白いね。全身腹ペコは面白いかもしれない。
ベツ生ね。なんか芯の部分は確かに生だと、でも水に浸してそれを蒸してチンすると、あのですね、芯がより甘くなってシャキシャキなんだけど甘いキャベツになるんです。ものすごくね好きです。みずみずしくて、もちろんね生も美味しいし、お弁当とかで、ね、出たりするんですけど、芯食べれます。あの根っこの方じゃなくて先の方の芯ですね。なんかちょっと細くなってきた方の芯、もったいない、食べれるし美味しいからぜひ食べてみてください。そうそうそう、量もね食べられるんですよね。うん、めっちゃ食べそう。国会収録お願いします。甘くて美味しい、おすすめです。盗まれたの？やばいじゃん、やばいじゃん、それ私かもしれないじゃん。うん、大変じゃん。犯人はここです。やばい、犯人と決めつけられてしまった。私は無罪です。私は無罪です。冤罪をかけられてしまった。確かに畑は全部食べられないし。で顔がくる弁護士を呼ぶ。大事、大事だ、大事。弁護士呼んだらもうのっちゃん終わっちゃう。うん、足がついてる。別何してっていうの学校で流行ったよね。え、なんて、キャベツに虫がついてる、キャー別何してっていうの流行ったよね確かに、女の子とか、ね、虫が苦手な方とかはでも、なかった。キャー別何しては、なかったかもしれない。うん。かぶってると、ああ、ビギナーね。いいよ、パッシャーセット、ここのね、こうやってやって、ドゥンドゥンドゥン、野菜が高いからかな。ああ、確かにね、
のぴちゃんね、か弱いので虫が苦手です。ちょっとびっくりしてドキドキしてしまいました。そう、ありがとう、来ててくれて。コンコンコン、やってますか？やってますよ。ないよ。ちゃんは顔弱いから、みんなが守ってね。私の王子様だからね。何を言うとるんじゃ。本当に。そして何を言わせとんじゃ。もうね、なんだ今のは。聞こえてありがとうございます。声でございます。あ、確かにね、おじさまに、ね、やめなさいやめなさい。まあどうどうどう、天国ギャザキャラの磯根もいるんですね。うん、なんか聞こえた気が、みんな絶対聞いてなかったってやつ。あー、すごく恥ずかしい。うん、思ってあげる、ありがとうございます。そう、心の底から思ってることが口に出てしまって、そう、結構恥ずかしかったんだから、気に入っとったよね。よくあるよね。もうちゃんと責任取ったよね。はいよなあ。おやま、やいしさ、何も聞かなかった、何も見てなかった。ではね、終わりたいと思います。何の責任があるんだって感じだけど、ナピを押すというのしっかりとよろしくね。ざっくりと行きます。 Tip is アバターさん、ありがとうございます。 Tip is チーチミキアさん、ありがとう。 And イルメイズハギキさん、ありがとうございます。 Tip is クイトさん、ありがとうございます。 And then is アヤカタさんで決めます、ありがとう。9 is あ8 is ウルビさんで決めました、ありがとうございます。 7 is デビットさんで決めました、ありがとう。 6 is メリーさん、ありがとうございます。 and 8 is タイファイヤーさんで決めました、ありがとう。ヤホー。 and 4 is ナカちゃんさん、ありがとうございます。 and 7 is ホリちゃんさんで決めました、ありがとう。 and 2 is ユズキチさん、ありがとうございます。イエーイ。 and 1 is ナズミヤマさん、ありがとうございます。そしておめでとうございます。ありがとう。ということでね、本日も皆さん配信ありがとうございました。
みんなありがとう。楽しかったです。またね。ではね、ポストしたいと思います。あと1分で配信切れちゃう。みんなポスト見てね、よろしくです。返信してね、お待ちしております。もうナイスです。またね。See you。行ってきまーす。皆さんも行ってらっしゃー。バイバイ。またね。X よろしくでーす。バイバイキン。バイバイキン。